はい、皆さんこんにちは、ハイジです。これからスポンジ生地を作っていきます。それからオーブンの予熱をしています。で、卵を溶いていきます。砂糖を入れます。湯煎で卵を温めます。はい、今40度ぐらいです。ではこれを泡立てていきます。これで今約4分間泡立てました。もう少しかなと思うので、もう少し泡立てます。2回8を書いて、で1回目が残るぐらいで、で低速で混ぜます。で、大きいボウルに移します。漢字の一を書くイメージで混ぜます。そこからしっかり合わせるように混ぜていきます。はい、そうしましたらこっちのバターと牛乳を温めたところに生地の一部を加えて、ここではもうしっかり混ぜてあげて、生地の、バターと牛乳をそのまま入れてしまうと、混ざりにくいので、状態を揃えてあげるために一度こうやって合わせてあげてから加えます。で、余分な空気を抜くために落とします。はい、これで、オーブンに入れていきます。はい、ではご視聴ありがとうございました。